今日は2020年4月22日、水曜日です。今日の朝は曇りです。コロナウイルスの影響で皆さん、人との濃厚接触は避けて外出は気分転換のみにしてくださいね。一人がベストです。対話するときは 1.8 メートル以上空けてください。マスクをしているとベストです。買い物で、物に触ったとは、必ず手を消毒か、手洗いをしっかりしてくださいね。今日も頑張りましょう。今日のブログニュースから、ピックアップしたものをご紹介します。まずはタイトル内容を言います。その後、記事欄を読み上げます。コロナ疑いで入院したロシア公立病院の実情。4回も検査して結果は不明。飲めたものではない水。2020年4月21日、日、徳山明日香。ロシアにおける新型コロナの拡大ペースはものすごい。4月17日の1日だけで、新規感染者数はなんと4785人。感染者の総数は17日時点で36793人、合計で313人が亡くなっている。重症患者のための病院建設を急ピッチで進める傍ら、市民に対しては外出行動制限に加えて通行許可証システム、罰金制度を導入など、様々な策を講じている。しかし今のところ目に見えた効果はない。社会が不安に包まれている中、私は今、モスクワ北西部にある私立の感染症専門の大病院に入院している。15日間連続でずっと熱が出ているのだ。自分がコロナに感染しているのかどうかわからない。4回も検査してもらったのだが、結果を知らないのである。ちょうど2週間前の土曜日、モスクワでの自宅隔離生活の最中に身体がだるくなり、微熱が出た。仕事が忙しかったので、疲れが出たのだろうと思った。しかし月曜になっても倦怠感があったので、念のため家に医者を呼んだ。ロシアでは訪問医療は一般的で、私の場合は会社で契約している保険に入っているため、私立クリニックから医者が来てくれた。微熱ということで、一般的な薬を処方された。次の日はすっかり元気になった。原稿を書いたり、電話取材したり、ロシアのテレビ局から頼まれていた豆腐の試食をしてその様子を動画撮影したりと、充実した1日を過ごした。正直、前日までの体調不良のことも忘れていた。しかしベッドに入って目を閉じたとき、突然それはやってきた。ものすごく寒い。まるで裸で真冬のシベリアにいるかのように、身体がガタガタと異常に震え始めた。ブルッとするような震えではなくて、自分が地震の発生源になっているかのような大きな震えだ。歯もガチガチなっている。暖かい部屋で布団にくるまっているのに、寒すぎてても足も動かせず、心臓が早金を打ち、全身がとても痛い。まるで溺れかけている人のように鼻と口を全開にして、ハッパッパッと短く荒く呼吸する。全く自分で身体のコントロールが効かないのだ。しかしなぜか頭だけははっきりしていて、原因について考えた。もちろんコロナかと思ったが、咳もないし喉も痛くない。さっき食べたロシアの豆腐がまずかったので、食あたりかもしれない。長引く自宅隔離生活のストレスかもしれない。昔、ロシアに来たばかりの頃、ストレスで手足が麻痺したことがあったので、きっとこれは精神的なものだと思った。かなり長い間、激しく震えていた。しかし時間の感覚がないので、自分でそう思うだけかもしれない。震えはやがて、少しずつ収まり、身体の感覚を取り戻した。どっと疲れていたが、眠ることはできなかった。この真冬のシベリア地震は、次の日の深夜にもやってきた。さらにひどい形でだ。その時私は、これはストレスではなく熱のせいだと自覚した。震えがようやく収まったタイミングで熱を測ると39度を超えていたからだ。夜が明け、例の私立クリニックから医者に来てもらった。この人を仮に A 医師と呼ぶ。A 医師はとても親身になってくれた。処方薬のリストは膨大になり、中身も、抗生物質など、より強いものに変わった。A 医師は私はコロナを疑ってます。CT を取りたいけど、高熱だけだと難しいわね。かなりの順番待ちで、咳がひどいとか常に呼吸が苦しいとか、
それなりの症状がないと今は予約が取れないのよ。抗生物質を3日間飲んでダメなら、CT の予約が取れるように掛け合ってみるわと言ってくれた。抗生物質の効果も虚しく、3日目の夜もシベリア地震はやってきた。無理やり脇に差し込んだ体温計を見ると40度を超えていた。息苦しく、これはもう限界だと思ってとうとう救急車を呼んだ。オペレーターにつながるまで、ものすごく長い時間がかかる。電話を切らないでください。必ず応答しますという自動音声が繰り返される。自動音声が話すと、心臓は締め付けられるような気持ちになった。とうとう電話がつながった。ロシアの救急車は、日本のように病院搬送を前提としているわけではなく、現場でできることは最大限現場で対処してくれる。ベテランと思しき男性隊員が来て、お尻に注射を打ってくれた。お尻注射はロシアの名物だ。中身は確認する余裕はなかったが、おそらく炎症や発作を抑制するステロイド注射だと思われる。実際、発作が落ち着き、まともに会話できるようになった。コロナの検査をしたいかと聞かれたので、ぜひお願いします、と言うとでも、忘れないでね、この検査の精度は本当に条件付きというか、そこまで信用できないものだからと念を押された。検体を鼻と喉から採取した。隊員は陽性なら2日後をめどに携帯に連絡が来るけど、陰性なら連絡は来ないよと言い、去っていった。この一件があってから、ありがたいことに、地震が来ることはなかった。その代わり鼻水や咳が出始めた。咳のせいで、コロナかもしれないとの恐怖がますます大きくなった。救急車が来たのは4月10日金曜の午前3時頃だったので、検査結果が出るのは12日、日曜以降になる。緊張しながら日曜の朝を迎えると、突然携帯が鳴った。医者です。これからそちらへ行きますとだけ言って電話は切れた。ああ、やっぱり陽性だったのだと思い、目の前が真っ暗になった。一体どこで感染したのか、心当たりがなかった。10分後、医者がやってきた。あまりの早さにびっくりだ。よく話を聞いてみると、実はこの人はコロナ検査とは関係なかった。A 医師が、私の容体の経過観察のために、手配してくれたのだった。この人を B 医師とする。B 医師に今までの経緯を説明すると、咳が出ているのなら、やはり CT を取るのが良いだろうという結論が出た。その翌日の月曜日、A 医師が調整してくれ、夜9時半に CT 検査にいらっしゃいと連絡があった。この時間では診断書は出せないが、先に取るだけでも取ろうということになったのだ。検査を終えると少し気が楽になった。帰り道の車からは、ライトアップされた歴史的な建物の数々が見えた。いつもは渋滞がひどいモスクワだが、さすがに今は道が空いている。かなり久しぶりに都心の景色を見て、モスクワはなんて綺麗な町なんだろう。一体いつ、ここを普通に散歩できるようになるのだろうかと思った。翌朝、また B 医師が自宅まで来てくれ、CT 検査の診断書をワッツアップ、ロシアで一般的に使われているメッセンジャーアプリ、で取り寄せてくれた。肺炎は見つからなかったが、胸膜炎と診断された。つまりは、両側の肺に水が溜まっている状態だ。B 医師は胸膜炎は、普通は肺炎だとか何か原因があって、その結果としてできるものなのよ。ともかく、肺に問題があるのは放っておけないから、救急車を呼んで入院しましょうと言い、救急隊にうまく情報が伝わるよう、病状のメモを書いてくれた。私立クリニックには入院設備がないので、この先は公立病院にお世話になることになる。救急に電話がつながるまでは長かったが、つながってから、救急車はびっくりするほど早く来た。隊員は、肺炎ではないけれど肺に問題があり、コロナかどうかもわからない中途半端な状態の私をどこへ運ぶかセンターと協議していた。結果、まずは感染症指定ではない都心の一般総合病院に送られた。そこでコロナ検査、2回目、血液検査、心電図、超音波など、様々な検査を行った。ここでも CT 検査をした。結果は私立クリニックの時と同じで、肺炎はないが両肺に水が溜まっているというものだった。私はこの一般病院の隔離ゾーンで、2日間過ごした。隔離ゾーンにはベッドとトイレと、水しか出ないシャワーがあるのみ。ここでは検温して解熱剤をくれるだけで、
治療らしいことは何もされなかった。食欲がなかったのでひどい食事でもあまり問題はなかったが、一番辛かったのは、熱が38度を超えていて常に何か飲みたいのに、まともな水がないことだった。頼めばコップに湯冷ましの水を注いでもらえるのだが、黄色くて、変な匂いがする。茶色っぽいカスのようなものも浮いている。口に含むと吐き気がする。これなら水道水の方がまともだ。隔離ゾーンに入る前に自販機で水を買うべきだったと大後悔した。今はもちろんここから出られないし、買いに行けない。隔離ゾーンを出てから知ったのだが、古すぎる夜間でお湯を沸かしたために、夜間内に蓄積された成分が出てきてしまっているのだ。比較的新しい夜間と年季の入った夜間があり、古いものに当たると、とても飲めたものではない。モスクワ市長のソビャーニン氏には、イルミネーションで街を飾るのもいいが、まずはモスクワ中の病院の夜間を買い替えてほしいと言いたい。喉の渇きに耐えきれず、防護服の看護師に、現金を渡すから私の代わりに水を買ってきてくださいと懇願した。彼女は代わりに買ってあげることはできないけど、私のシフトが終わったら何とか考えるから待っててねと言い、どこかで見つけてきたのか、それとも自分で買ってくれたのか、1.5 リットルのペットボトルを別の看護師経由で届けてくれた。この時の喜びと感謝は言葉では言い表せない。一般病院の医師らは、私が何かしらのウイルスを捕まえていることは確かなので、コロナの結果を待たずに私を感染症の専門病院に送ることに決めた。明け方4時ごろ、救急車がやってきて、私は隔離ゾーンから脱出した。こうして、今いる病院に転院したのである。転院手続きにはかなりの時間がかかった。高熱と空腹と水分不足、もうペットボトルの水は飲み切ってしまっていた。でフラフラになりながらも、コロナ検査、3回目、血液検査、心電図、超音波検査という全く同じ内容を繰り返した。今日で、今の病院に来てから3日目になるのだが、今朝もコロナ検査、4回目、の検体を取られた。1回目の検査の場合は陰性なら連絡しないと言われたわけだから陰性と解釈してもいいのかもしれないが、そう簡単に気持ちが収まるものでもない。それに、2回目と3回目のコロナ検査の結果が出ていないのは、どう考えても妙だ。ロシアのコロナ検査をめぐる考察は、次回の記事に回したい。また、私の入院ライフは長引きそうなので、感染症病院での生活についても次回ご紹介したいと思う。今も37度5分の熱があるが、ここの治療のおかげでとりあえず部署をかけるまでに回復したことは素直に喜びたい。Jade Press 2020.4.21 20年4月21日火曜日、徳山明日香。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。